こんにちは、ナモです。パワフルアプリやっていきます。今回は、このサンタ4キャラの狙い撃ちの大ガチャ、小ガチャ。まあ、どっちかで出ればやめる感じですね。小ガチャ先に行って出ればやめる感じで、10連ずつ行きたいと思います。その後に、新しく始まった芸春のイベントですね。実際にやってみたいと思います。いや、ついに、サンタの立川来ましたね。かわいい。もうむちゃくちゃ欲しいですと。で、サンタの立川が新たに出現しました。で、今回の特攻キャラにもなってますね、イベントの。で、あとは葵と水木とひじりちゃんが復刻というところです。で、サンタの立川は精密機械が新たに選べるようになりましたね。で、これ確定みたいです。かなり強いんじゃないかなと。特能も怪我しに草が一つ増えて別のテーブルになっているようです。あとは葵ちゃん、水木、いじりちゃんというところですね。うん、めっちゃ欲しいけど出るかな。とりあえず小ガチャから行きたいと思います。いけないけど、まあ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 小ガチャですからね。おお、一発目から R ですかね。どっちだろう。お、 PR ラッキー。母体だけ引けりゃいいんだよな。エサル出るかな。 3% ここね。まあ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 。青い。結構その僕はひじりちゃんも欲しいなと思ってて、そのSRではなくて野球マンを解放したいんで、ひじりちゃん来ると結構嬉しいって感じですね。確かに。おお、サンタの多い PR。SR 来い。ググんね。やっぱ小ガチャ厳しいっすね。おお、R。サンタの格好をした立川。雪だるまを作るのが大好き。非常にバランスの取れた投手であり、女子選手にしてはスタミナが。うん。強い。本当に強い、これは。怪我、バント逆境。うん、これ35でも強いっていうのがいいですね、立川の場合。でね。うわー。立川はめっちゃ出るけどな。あれこれ、何連でもできるのかこのガチャ。ちょ、何連したか覚えてないぞ。10回だと思ってた。ちょっと待ってください。何連したか全く覚えてないぞ。1、2、3、4、5連。5連しましたね。そうか。じゃあこの小ガチャ引き続けてもいい感じかもしれないですね。でね。うん、サンタの立川めっちゃ出ますね。7回目。いやー、これダメかもしれない。いじ。次8回目かな。うん、気配ないっす。みずき。あと2回か。来い。ググんね。ピンク出る気配ないっすね。いや、でも、小ガチャだと本当に、安心して見てられるな。10連すると一瞬で終わりますから。来い、来ない。まあ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 。仕方ない。はい、ということで、小ガチャは、大惨敗でしたと。10連行きましょうか。お願いします、立川さん。サブ出ろ。よし、来い。グググ。参ろ。よし、立川来い。立川来い。立川来いよ。
立川来いよ。反転しろ。うわぁ、ビクター。マジかー。はい、僕の立川を追い求める夢はついと消えましたと。で、スタジアム行きますか。で、まだ1試合もやってないので、こんな感じですと。で、イベントオーダーがお任せでボーナスです。今んとこ733ですね。特攻っていう形で作ったのが、今んとこ5人かな。で、投手の方もまだまともに作れてない感じです。これから徐々に作っていこうかなと思ってます。いやー、立川欲しかったなー。もう確実に来たと思いましたけどね。お待たせいたしました。お、新しく聞く音楽です。高校チーム追う展開で迎える3回です。ワンアウトランナーなしという場面で米川、すげえ。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投げました。これは地方だからまだ全然入りますね。場外ホームラン。高校チーム、ここはなんとか追いつきたい。ノーアウトランナー2塁という場面で鳥海投げた。アルボー、アルボー。第3球を投げた。打った。これは強烈。入ればどうですか。うん、という形でもうとにかくボーナス選手を積んでホームランを打っていく感じのゲームになります。さあ、勝ち越しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー1塁3塁という場面で鳥海。地方球場はもう本当にただ当てていればファーヒット広角持ってれば結構飛ぶんだよ。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは井山。見送ってストライク。いきなり150キロ投げた。見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げた。150キロ直球。空振り三振。肉球。何としても得点を挙げたい9回です。打ちました。初球打ち勝ちました。試合終了。しっかり勝てました。うん、もう一試合ぐらいやっときますか。グループランキング10、全体10万3600位か。で、僕さっきマッチングを見てたんですが、1700% の方がいらっしゃいましたね。もう、こりゃ、しかも爆走してます、しかも爆走されてたので、まあ、ちょっと勝てないだろうなっていう感じです。第2球投げた。これはいい当たりだ。いったー。よしよし。入った入った。ホームラン。東京大展開で迎える3回です。おそらくランカーの方だと思いますけどね。取りました。送りバント。あとは1400の方が2人くらいかな。高校チームリードいた感じに見受けました。ワンアウトランナーなしという場面で西内。皆さんもどんな感じですか、グループ内は。もう負けようですよ、完全に。こっちは追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で寺岡。第2球投げました。打球はいや、地方最高だわ。センター見上げた。ホームラン。東京、何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナーなしという場面で徳丸。高校チーム、ここは何としても抑えたい場面。今季は3球目投げます。空振り三振。バットアウト。最後は伸びのあるストレート。うん、ということで、まあ、勝利できましたねと。結構ランク上がりますねという話と、報酬確認しときましょう。累計で、累計でカロリーバー差し入れ。天才までは頑張っていきたいな。SR のクレバか。うん、結構嬉しいな。で、全国大会が9万5000。風なぎくん、まあ、一応 SR もらえるみたいですね。累計で。えい。で、グループ。PR。PR 欲しいな。3位か。きつい。きついな、こりゃ。で、全国大会が、S、
SR の風なき。なるほどね、3位で3枚か。で全体が501位から1000、まあ、この辺ですね。 SR45 狙えたらいいなという感じで考えてます。うん、いやーにしても立川欲しいな。おそらく年末にまた新しいガチャ27日以降来ると思うので、まあそこに向けて、まあこれとかも引きたいけどな。やっぱ虹谷兄弟ね、クソ強なんでね、ちょっと引きたい感ありますが、まあ今回はこんなもんにして、また年末のガチャ楽しみにしておきたいと思います。ぜひぜひ、もうサンタ立川を引かれた方、もしくはこのガチャ引いた方、結果をコメント欄で教えていただければと思います。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また Twitter のアカウント名とまとめサイトの直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。